絶症体短縮症は、下交尾が付着異常を起こしている状態で、絶強直症、絶癒着症、絶症体癒着症、短絶症とも呼ばれる。絶運動の制限の程度によるが、乳児期には授乳障害、成長とと,ともに、気質的高温障害が生じる。携帯不全、気形、変形症の疾患群に分類される疾患である。下後尾が短いため、 舌を歯列より前に突き出そうとするとハート型になる。耐性器における絶元期と化学思想粘膜の分離不全に生後における舌障害の退縮障害が加わって成立するとされる。程度に応じて高校外科小児科、耳鼻科などで抗尾切除術を行う。内容にもよるが基本的に保険適用の対象となる。有病率は 深田らの1960年の調査では15から19歳女性で0.56%、西が行った1969年の調査では、前年齢で2.55%、東北大学が1989年に行った調査では2.3%であった。ABC 高橋の子、島田義弘、定期歯科検診で検出された、学生における、 絶疾患の有病状況、東北大学史学雑誌第8巻第1号、東北大学史学会、宮城県仙台市、1989年6月、19から27ページ、一瞬0287から3915、2009年2月15日、閲覧。ありがとうございます。